はい、ということで本日はですね、こちら滋賀の、新しくできた南賀さんとトヨタさんが合体してるお店に来ました。で、新しい感じやから見て、このトヨタのさ、うん、あのハイエースとか車中泊モデルとかが出てて、うん、すごいね。でさらにこの奥行ったら、うん、普通にダウンとか持ってるんで、ただちょっと、まあ、今から見に行きたいんだけど、うん、まだちらっとしか見たけど、うん、ダウンがな結構持ってるやんか、うん、だからもしかしたらなんか新しいやつがあれば買うかもしれんし、うん、もうないかもしれんし、ちょっと分からへんねんけども、うん、まあ、ちょっと見に行きたいなと思いますので、はい、行きましょう。後でこのハイエースの中身とかも見せてもらうから、うん、もうダウン買うのなかったらハイエース買うしかないわ。勘弁してくださいよ違った、ちょっと撮影させてくださいっていうレベルじゃないねんから半年ぐらいかけて撮影させてください。今ないだってもうほら見て、車屋さんやん完全に。本当だね、うん、すごい。お邪魔します。お願いします。早速ダウンやね、この辺が、うん、見たことないやつじゃ見たことないかもしれん。いっぱいあるね、焚き火とかね。はい。で、堀西あらばあの時にあのオレンジで一回堀西さんと会ったけどさ、うん、ここまで大きくなると思いませんでしたよ。めっちゃ失礼やんそれはちょっとダメだよあのまた僕も一緒に連れて行ってほしいので、ここにあの小さく宅蔵なんて入れてもらったら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ないない。こういうアウトドアと混じってるから、うん、すごいね。うん、ダウンこの辺やろ、うん、これあのオーロラとか、ああイーロンのやつ、一番なんかの定番のダウンジャケットやん。持ってるやつかな。そう、これはあんねんけど、でこれがそのフードなしバージョン。ナンガだけでこんだけあるってめっちゃ広くない？うん、めっちゃ広いね。ちょっとまあ見てくださいよ。お、キャンピングカー。キャンピングカー、試乗車、展示車。多分僕の試乗車さんやったらね、うん、こういうハイエースとか大きい車乗ってる人多いねやんか。うん、でどうやらやで、俺全く知らんけど。うんうん、有名な、うん、あのハイエースのカスタムする会社、うん、日本で一番有名な会社とやったらしい。これハイエースなの？これハイエースや。なんか大きくない？大きい。大きいハイエース？大きいハイエースよ。すごい。リップやん。こういうの入ったことないからさ、ちゃんと換気扇とかもついてあんねん。すごいね、広っ。ほんでこういうの収納とかもちゃんとあんねんな。飛行機みたい。うまいやな。でこれフラットにもなるんで、ええよな。冷蔵庫もある。あ、ほんでいろんなパターンがあんねんな。これ世のお父さん気をつけてくださいよ。服買いに来たと思ったら車買う羽目になりますので、ね、皆さん気をつけてくださいね。本当だね。ちょっといいダウンないなぁ言ったら、ちょっと車でも見ようか言うたらもう気づいたら1ヶ月もしたら契約してるから恐ろしい。あとさ、なんだってさ、布団やってるやん、うん、シュラフとか。ん？シュラフ、うん、じゃなくてこれ本物の布団。あ、いいね。グッドスリーピング。もともと横田布団って言って、これ布団屋さんやったやん。へえ、そうなんだ。初代、今3代目の社長じゃないけど、初代が布団屋さんしとって、うん、2代目がシュラフって言って寝袋になって、うん、で、3代目がダウンジャケットになって。そんなこと言っても全然関わりないけどな、俺は知ってる風に喋ってるけど全然関わりない。で、これも入ってもいいねんて、うん、へえ。だからちょっと失礼するわ、うん、どんな感じか。うわー、卓上のベッドシーン。うわー、あったけー、あったけー、あったけー、最高やばいやつや。え、もうカメラ置いて帰っちゃおうかないや、いいよ。いい？うん、うちの布団もさ、結構そこそこいい布団やらしてもらってるやんか、うん、やらしてもらってる。あ、書いてあるこんなところに。1941年横田縫製っていうあの、うん、布団メーカーでしたよって書いてあるやん。へー。だから今回はね、うん、あ、ダウンパンツがいいかもしれんな。お、焚き火？焚き火だけじゃなくて、その普通にあったかいオーロラのダウンパンツとか。あ、めっちゃいいじゃん。焚き火は持ってるやん。うん、だからオーロラのパンツとかいいかもしれん。確かに。この辺全部なんかやね、これも。
おしゃれやん。あれこの前なんかキムタクのやつ似てんじゃないこれ。キムタク、あれキムタクのやつちゃうねん。ほんで適当に俺がキムタクって言ってるだけでキムタクからしたら怒られんねん。あ、そうなんだ。これレディースやね、ここ。うーん、かわいい。ちょっとここに入ってないね、刺繍とかが、うん、いいね、シンプルで。だからパパ気をつけなあれと。ダウン買いに来たと思ったら車買わされる可能性あるし、あの嫁さんのダウン買わされる可能性あります、ね、それぐらいいいじゃん。あ、そっか、うん、自分だけは買いに。あ、フリースもある。へえ、これかわいいやん。ほんとだね。あ、かわいい、うん。なんかこのロゴにしてさ、めっちゃ正解よな、うん、うんうん、かわいいよね。ちょっと前までなかったやん、3、4年前まで。あ、そうなんだ。もう2年ぐらい前からこの赤 の、 そのロゴになってさ、うん、すごいファッショナブルというかいいやんか。うんうんうん、パッと目がいくしな。確かに。あとダウンのさ、こういうマフラーみたいなのあるやん、うん、こういうのって俺使ったことないけど、あったかいんやろな。あったかいでしょ、絶対。いいね、保温バッティス。ちょっと今のところ狙ってるのダウンパンツです。フリースは？ああ、まあフリースもいいんやけど、うん、っていうのもほとんどあんねん、まあ、シュラフもあるやん、まだ開けてないシュラフ、うん、だからないっていうとダウンパンツぐらいかな。うんうん、あと女子とかこんなんいいよね。うん、作業しやすいやん。確かに、私欲しいな、それ。あとで着てみる？うん。じゃあ俺のターンが終わったらね。うん。あとはね、このタオルも南岸のタオルですね。ああ。うちにもあるけどね、タオル。あるね。で、シュラフね。こっちの手前のやつすごい大きくない？いや、と思うやん。これ見て。ごっつない、これ。ごっつい。すごいよな。すごい大きいね。カメラ入んないもん。これさ、うん、あのハイエースの中に敷いたりとかしたら、あ、いいね。ね、でかいね。あ、そう、布団か。うん、これ布団やん。うん、あ、これも今やったら人気ありますよ。あ、スブとのコラボの。ああ、これも速攻で去年なくなったやつ。うんうん、12月ぐらいにさ、すぐ欲しいですって言うと、もうほんまなかったもんな。なかったね。だいたいおしゃれなことこうやって流木置いてるんだよね。そうだね。あ、中のモコモコ変わったあるやん。ね、違うね、また違う種類なのかな。もうちょっと機能感のあるやつやね。この焚き火シリーズ持ってたけど、うん、こういうモコモコじゃなくて、もうちょっとなんか短い毛足やった、うんうんうん、落とそう。あ、かわいいじゃん。やっぱそれ大かわいいよね。これしかも防水やで。めっちゃいいじゃん。あのナンガのやつ、オーロラテックスで。あ、寝袋カバーだこれ。へえ。あの防水の寝袋のカバー。しかもキャンプ用品だもん、あるやん。すごいね。薪まで売っちゃってるよ。男の夢が叶う店やん、ここ。うん、確かに。トランプもいいね、これ。ん？ガーシートランプちゃん、ほら。ほらま、かわいい。これめっちゃおしゃれだね。これ買おう。かわいいよ。かわいい。でさ、うん、あのハイエースの中でさ、トランプできる、大富豪できるやん。自分買おう中にハイエース。なにそれは。リュック？あ、コンパクトになるリュックや。へえ。すごいね。こんだけさ、うん、何百万もある車とか何万もするダウンを見た後にさ、うん、今手にしてるのがなんと1650円のトランプしか手にしてないって。もっと買えよって。じゃあちょっとダウンパンツでも履きますか。はい。待ってよか、トランプ。あ、パーカーもあるで。スウェット系。あら、かわいい。あ、タックにしちゃ珍しいからかもしれん。なんかってさ、このさ、キャラクターっていうかさ、この、うん、分かる分かる、かわいいよね、うん、めっちゃかわいい、これ。Tシャツもいっぱいあったじゃん。あったあった。めっちゃかわいいよね。
紐がまた丈夫そうな紐。あ、裏紐やね。あったかいんだ。うん、わかるわかる。このデザインな、うん、ええよな。ちょっとじゃあ一回履かせていただきましょうか。うん、はいはい。なあ、こっちのも意外と薄いな。うん、暑いとさ、動きづらさがあったりするやんか。はいはい。ちょっと一回履かせていただきましょう。これが試着室がどこにあるのかなっていう。ハイエースの中。そういうことか。すいません、これって履いてもいいですか。あ、ありがとうございます。よかったね、ちゃんと。あ、カフェもある。へえ。あ、すいません、ありがとうございます。 ありがとうございます。あ、あったかい、あったかい、あったかそう。あったかい、あったかい。鏡どこだ。これはあの、うん、ハイエースのピカピカやからさ、それを見ながらこうやってやってもいいし。そういうことね。でもやっぱあったかいわ。うん、いいね。これ1枚で履くというよりか、今みたいな感じでパンツの上に履いちゃってもいいかなと思うけど、うんうんうん、だって寝袋が両足についてるようなもんでしょ。あ、でもそうそうそう、そんな感じやな。これで2万5000円で、オーロラのダウンパンツの方やったら、あ、やっぱオーロラの方がちょっといい値段ですね。4万1000円。じゃあ僕これで終了。はい、トランプとパンツ。なんかベストとか良さそうやったね。ああ、これな、これ、ね、あのさ、君作業、発送作業忙しいじゃん、うんうん、その時にこういうの着たらあったかいんちゃう。あ、しかも袖邪魔じゃないから動かしやすい。確かに。あ、メンズもあるんや。へー、女子もムチムチパンツあるよ。わ、あったかいんじゃん。あ、スカートもある。これ茶色しかないんだ。さっき俺の履いたやつの色違いね。うん、ちょっと大きいか。ちょっと大きいな。でも意外と履いてキュッてしたら、でも大きいか。あとスカート、まあ、さっきの黒のやつとかは、え、あれだってメンズじゃないの。これか、うん、これの S。 この配置の仕方ってさ、アパレルではあんま見えへんからさ、これ S、 車屋さんならではよな、うん、あ、そうなの。こういうぐるっと囲むやつってさ、うん、斬新な。これ S。 あ、それじゃぜえやん。これ男の S だよ。ちょっと大きいか。大きくね。さっきと変わんない気がするけど。そうか、うん、残念。一回履いてみたら、茶色の方。あ、こっ、あっちの、うん、ちょっとそれは多分大きい。俺も M で結構でかかったから。じゃあでかいやん。じゃあこれ履いてこればいいかな。この上から履けばいい。うん、履かせてもらえたら。はい。あ、いなくなってしまった。じゃあ他のやつちょっと見とこう。これすごくない。うわ、あったかいんや。うん、すごい。あったかそう。ダウンの種類書いてある、なんかの。へー。俺の視聴者さんやったら多分知ってるで、ダウンでポーランドとハンガリーが有名って。へー。よく言ってるから。860の方がやっぱポーランドや。これ試着してもいいですか。すいません。ちょうどいいや、サイズ。かわいいじゃん。うん。どう？鏡見てきたら。ムチムチなんだね。うん、でもそういうもんやからね。かわいい。これオフィスで履いたらかわいいよね。うん、しかも膝こう強い感じの膝かな。うん、そうやね。えぶけちゃうな。うん、当ての下されてるやん、ちゃんと。うん、いいじゃん、かわいい。でもこんな足短いねんな。ちゃんと、ちゃんとほら。あ、そうか。オッケー。うん、うん、あ、じゃあすみません、それでお願いします。もともとね、車屋さんじゃないか、服を勉強していたんですか。いや、すごいな。なんか、意味が悪い意味か分からないけど、服屋さんってさ、もっとギュッとしてるやん。もう狭いところにいっぱいあるってイメージだけど、うんうんうん、こう広い空間でゆっくり見れるからさ、うん、それはあんまないよ。確かに。車も買えるねんけど。ね、すごいね。でこんな気軽に買う感じじゃない。
じゃああの車で仲良しろと黒とちょっと試乗させてもらってはい、それでは、買い物してきました。こんな感じでね、ありがとうございます。これ外のハイエースの方に来たんですけどもね、いやどうでしたか？めちゃくちゃ多かったね、広いし、車欲しくなっちゃうね。だってここで買い物してさ、ちょっと顔を覚えたりとかしてったらさ、車買うとここで買おうって絶対なるやん。まあ確かに作戦か、それがそれが作戦か。いやでもいい人ばっかりやったしな、ね、で、あの中もね入らせていただいて、あ、さっきと同じかな。さっきと違うね、また。あ、椅子がちょっと違うね。広いね。はい、一緒にね楽しい買い物させていただきました。ありがとうございました。まだあのオープンしてばっかり6月からってことやったんで、もうアパレルも全部揃ってたし、どんどんここからちょっとダウンがなくなってくるみたいなんで、あの気になる方はね早めに見ていただければなと思います。でついでに、ここのねハイエースもあるみたいなんで見ていただければ。エアコンもついてる、ね、エアコンついてると思って、すごいね。では僕たちはね特にハイエース買う予定ないのでこの辺で終わりたいなと思いますので今回は、タンガと、トヨタの、コラボの店舗で買い物したという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ペコリ、これさ寝転がれるんじゃない？ほらベッドや、しかも荷物めっちゃ置けるし、電子レンジまであるよ。すごいな。すごい。これはだからハイエースなんかでも大きいハイエースやね。ね、そうだよね。でこっちが普通バージョンハイエースやん。これ普通なの？これ普通。だこれもペタンって倒したら、多分フラットにザーッとなるんやと思う。あのよく営業の人とか、そう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 、ハイエースで一般的に買うって言ったらこれやね。しかもフロント見た？見てない。イカチーよ。ほんまやな、イカチーしか出てこへんなこのこと、ちょっと一回運転席に乗ってみようか。あ、では失礼します。すごい高っ。そら、キムタクも乗ってんもん、ハイエース今。あ、そうなの？サーフボード、サーフボード入れて、海用で、かっこええな。